初代大神院長玉の世井の日城すっごい1886年1887年ってあれじゃないかな、まだ帝国主義とか言ってた頃じゃない、なんだよね、7代目市川團なんだろう、あれかな、有名なこっちの8代目市川團流、市川ってあれ歌舞伎の歌舞伎関連なんですかね、危ねえ、なんかすごい由緒正しいあれだね、大橋和蔵様のですね、はい、改良台重症になっちゃったと、何をしてらっしゃるのかよくわかんないな、北海道開拓戦とか、まあいろいろ頑張った方ってことですね、これ音声はちゃんと聞きたい方は自分で音量アップして聞いてください、はい、景色だけ見たい方はそのまま音量低めで見てください。なんかすごい、なんかお墓大きいのはなんかやっぱあれなんだろうね、ここ150年の間になんか活躍された方なのかな、日本建国、現代日本建国に向けてね、ね、大神院長、第3位、君二等位、玉野、村田、さっきの人だよね、これ。なんかの大神院ってなんだ、裁判とか、まあそれがこう、この周辺の誇り。暑いわ、うん、これね、海外の方も見に来られてますね、あ、珍しい木がある、焼けるな、これ顔が、うん、右も映さないんですかと思うかもしれないですけど、ほぼ同じ景色ですほぼ同じ景色なんで、正面と同じです、ほぼ。あ、なんかあれですね、女性かな、いや違うな、僧侶のあれだな、個人のお墓ですね、はい、で建ててらっしゃるということなので、まあちょっと触れず個人のものなんでね、触れずにいきましょう、個々のものはね、特に触れません、不謹慎で